はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。タンポンです。タンポンが実況するアサシンクリードオリジンズ、今回は第15回目ですね。続きの方をプレイしていこうかなと思うんですけども、前回ですね、トカゲを排除して次のワニの天秤というミッションがですね、レベル20、確か、5ということでね、レベルを26まで上げてまいりました。はい。で、レベルが26で結構実を言うとね、武器の方も結構いいのがね、揃ってきたんで、だいぶね、レジェンド装備で固めることが、できてきています。で、このね、一番上にね、アルテマブレード。これなんですけど、と、あと、これかな。ザイドリッツ。と、あと、この クエーね。これあのね、アサシンクリードが、FF15 とね、コラボレーションして、出てきた装備なんですけども、ほら、これどっかで見たことあるでしょ？これ。チョコボくんだよね、これ。武器の方もね、こんな感じで、アルテマブレード。このね、時代に使わない、このアルテマブレードと、ザイドリッツ、手に入れることができました。ただ、ちょっと録画してる時はね、ちょっと今の時代背景に合わせたいので、新しく手に入れたね、レギュラーのレジェンドソードでね、これは前々から持ってたんですけどね。黄金の狼っていうのと、で、新しく寿司方の海岸っていうのが出てきたんですよ。これ。かっこいいでしょ？で、あと、狂戦士の剣っていうシックルソードのやつが、出てきております。で、本当はね、実を言うと、これ使いたいんですけどね。サリッサ。レジェンドの槍が出てきています。これはちょっとレベル28にならないと、使えないので、ちょっとこれはね、置いとこう。温めておこうかなと思います。これは売ろうかな。で、これはね、呪いがついてるんですけど、これね、攻撃力が倍になる代わりに体力の上限がね、33%になるっていうね、もう、一か八かの武器なんですけども、すごく強いんでね、ちょっと使ってみたいなっていう感じですかね。で、剣の方はね、ルシカダか黄金の狼、どっちかがいいかなと思うんですけど、クリティカルのヒット率がね、これ4つあって、ライフ回復がキルなんですけど、これ攻撃ヒットでライフどんどん回復してくるんで、こっち側のルシカダの海岸の方がいいかなと思います。で、ザイドリッツもちょっとね、かっこいいんですけど、ちょっと今の時代背景に似合わないので、女性の誇りですね、盾の方を持ってきてます。この装備でね、戦っていこうかなと思います。で、乗り物も、録画してるときは、これでいこうかなと思います。ありがとうよ。じゃあ、早速、ワニの天秤やっていきましょう。ファイユームっていうところにね、移動しなくちゃいけないみたいなんで、そこに移動したいなと思います。ね、すごいよね。アウトサイダーがいっぱいいるんですよ。結構何体かね、処理したんですけど、非常に強くてですね。だいぶ苦戦されましたよ。苦戦しましたよ。でね、遊牧民のバザールですね。ミッションやってるときは、結構ね、レアな武器が結構出るので、積極的にやりたいんですけども、今回行くエリアはここですね。24から29と書いてある、ここに行きたいと思います。目的地はここです。なんで、ここに早速ね、向かっていこうかなと思うんですけども、道中いろいろ寄り道したりとかするかもしれないんですけども、そのあたりもね、楽しんでいこうかなと思います。え、なんだ？なになに？あ、ヘビか。ただね、レギュラーのね、こういうレジェンドの装備をね、強化するにはね、お金がすごく必要で、なかなかね、ポン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 こう、なんて言ったらいいんですかね、強化することができないんで、そこがちょっと難点かなとは。へい！素材をよこせ！実はですよね、録画してないとき、サブでレベル上げしてるときね、もう素材集めにひたすら走ってまして。こういうね、素材を汚してくれ。ここは何だ？宝を回収する。宝がどこにあるの？宝があるな。ムリトムハイ。ここは何だ？宝がどっかにあるみたいですね。とわかんねえな。実はね、弓もね、特殊な弓でね、火矢が
ヒアが打てるやつを手に入れたんで、ね、非常にこいつがね、ダメージが結構入るんで便利なんですよね。ちょっとここ宝どこにあるんだろう。どうせ地下とかかな。ちょっと周辺を探索しようかな。こういうとことか怪しいけどね。これじゃない？これだ。探る。普通の槍か。青はそんなに強くないんですよね。金のボルト。おお、これはお金になるやつですね。あ、今ここ行ったんだね。おお、だいぶ。なんかサイドミッションあるね。これね。神殿での殺人。まあ、ちょっと、初めて行く。あれなんだ？あの方角、ハテナ。ハテナ行ってみる？ちょっと。あっち側になんかあるね。ちょっと寄り道しましょうか。まあ、ただね、街に行くだけでもいいんですけど。ちょっとね、いろいろ、まあ、アイテムとか、いろいろ落ちる可能性があるんで、ちょっといろいろ行ってみましょう。ここはなんだ？よし。洞窟。ハイエナの、ハイエナですか。あいつレベルいくつかな。あー、23？ あの、ボス、よっしゃいー。参ろー。オッケー。ほっ。よし。燃えてるー。あ、熱い。あ、熱い。馬丸焦げになったけど。お、ソフトレーダー10。あ、宝がある。え、出て、危ねえ。ほっ、はい、はい。いけて。はい、はい。オッケー。あー、まあいらないね。オッケー。なんかいるな。ちょっと、あいつらと構ってる暇はないから、撤退しましょう。オッケー。回収するもんだけ回収して、撤退しようかな。いや、広大ですからね、今作のアサシンクリードは、本当に。今どの辺まで来た？あ、ここ。あー、なんかありそう、ここ。あっち側だね。あー。どこ行こうかな。ここの辺行ってみたいな。違うか。まあ、馬があると結構移動も楽なんでね。まあ、ちょっと寄り道しながら行きましょうかね。おー、なんだあれ。なんだ。降りれるかな。よいしょ。よいしょー。馬乗っててもダメージ食らうからな。これなんだろう。新しい地域を発見したファイユーム。あ、いよいよファイユームに入りましたね。パクチアス。おー、宝。あ、また宝あるの、こんなところに。宝か。あれだなぁ。ここ。あ、高速移動はちょっとアンロックしないですね。高速移動をアンロックしに行きましょう。わ、すごいね。あ、すごい綺麗な街じゃん。こう、湖沿いにあるから、あれだね。ハードレーザーとか結構手に入りそうだね。で、問題のあれだね。地点はあそこです。よいしょ。この辺もショートカットできるんで。なんかすごいですね。ちゃんとした、新しい場所を発見したカラニス。ここは神殿ですね。
から行って、多分あそこに登んなくちゃいけないので、この辺から行こうかな。よーし。カラニスのサラペイヨン。これあれですね。なんかあるね。ちょっと、よし。登りまーす。もういろんなとこ行けるからね。登れる？登れちゃいます。で、おお、すごいとこ。ここ、登れます。普通、こんなとこ登れないけどね。シンクロします。おお。さあ、シンクロ完了。高速移動をアンロックしました。高速移動はね、アンロックしないといけませんので、なるほど。で、鍛冶屋さんがそこ。で、ここがファイユーム。で、はあ、ははあ、なるほど。じゃあ、とりあえずイーグルダイブ。あ、どうすん。よし。え？普通に血が。下がれ！お前たちには関係ない！あ、本当だ。ほら、行け！元の場所に帰れ！なるほどね。また殺人！ああ、なんてこと。あ、クエスト受けようかな。あ、でも高速移動あるから、また戻ってこれな。で、鍛冶屋さん。鍛冶屋さん、よろ。あ、意外と高かった。で、武器を多少ちょっといらないの売って。鍛冶屋さん、どこだ？あ、ここか。おお、すごい。この、ここの鍛冶屋さん、しっかりしてますね。いらっしゃい。どうも。ご用は。売りに来ました。これいらないね。わかった。これいらない。これもいらない。これもいらないな。で、お金のポット。いらない。いらない。わかった。でね、これはね、意外とね、この辺はね、サブのクエストで使うときがあるんで、ちょっと取っときましょうか。アップグレード。黄金の狼アップグレードするか、槍を強化して、まあ、セカンドで使えるようにするかだね。今結構使うからね。ただ、こっちの方があるから。まあ、いいかな。OK。さようなら。ついでに、なんか服、かっこいいの売ってないかな。ドラクト、購入。ハードレーザー売ってるね。ハードレーザー。円外ナロク。マサイの城。ああ、かっこ悪いな。あんまりかっこいいのがなかったね。OK。よし。よいしょ。馬。馬か。馬も新しいのちょっと見よっかな。せっかくだし。なんか、すごい速いのいないかな、速いの。どう？よいしょ。ああ、いらっしゃい。馬小屋。結束。あんまいいのじゃないな。また来てください。オッケー、じゃあ乗る。じゃあ行きましょう。目的地は、ここ。行きましょう。おお、どっから行くんだ。セラピスの庇護のもと、古きが新しきに道を譲る。セラピス、ギリシャとエジプトが双方で。すごいね。あれはなんか輸送中？あ、輸送中じゃん。鉄よこせ。よーし。おい、しっかり守り抜け。注意を引け。俺は行く。よし、燃えた。早いな。よし。
あ、燃えた。俺も燃えてる。アラワダを引きずり出し、火がついた。ほい、よし。よしよしよし。燃えると一番ダメージ食らうな。いや。でね、自動的にね、キルするとですね、サグルをね、できるようにしたので、近接キルだとね、非常にこれはね、使い勝手が良くてですね。お、なんか、おい、杉よこせ、杉。杉をよこしなさい。どけ、ほら。おい、時間を稼いでくれ、急がないと。燃えろ。待て待て。よし。武器を止めろ。行かなければ。ほら。ふい。ふい、倒した。戦闘状態を解除。倒した。お、鉄か。よしよし、これでだいぶよーし。ようやく着いたか。ここだ。情報ファイユム。ワニの追跡にはホテフレスの力がいる。ホテフレス、この辺。あれ、どこ。オッケー。ああ、だいぶ素材がもう集まったんじゃない？ああ、でも全然だな。でも次回収しといてよかったね。ハードレザーが残り31個。で、生ガマが10。安定か。ああ、はは。なんか鉄運んでなかった、さっき。これじゃどっちが盗賊かわかんないな。時間を稼いでくれ、急がないと。燃えろ燃えろ。燃えてるね。はい。よっしゃ倒した。よーし。おお、盾が出た。盾か。で、安定化かヒデンブレード。ヒデンブレードのダメージ増加したところでなんだよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけそうなんですよね。こっちかな。安定化グローブを強化。ソフトレザーか。どっちかというとね、こっちを強化していきたいんでね。ハードレザー。ハードレザー移送してるとありがてえな。あ、でも。あ、結構いるじゃん。あの辺ちょっと借りましょう。じゃあちょっとシックルソードとかでいってみる？シックルソードあんまり。あ、やべ、カバだ。カバ強えんだよな。よし。よし。この弓強いからね。よし。よしよしよし。カバ狩りと勤しみましょうか。へい。倒した。よし。どう？うわあ！まずい！え、ててて！ほっ！ほっ！え、てて！カバ強え！
よし倒したー。ハードレーザー回収回収。シックルソードそんなに強くねえな。ちょっとセカンダリーの武器ちょっと槍とかに早くしたいな。ハードレーザーはまあとりあえず一通り買った。あそこいるな。よし次次もう狩りまくりますわ。狩るぞ狩るぞ。もう弓がねえな。あれはなんだ、ワニか。あこんなところにワニが死んでる。ヤッキー。あワニと、あやり合ってるやり合ってる。ちょっとちょっかいだ。よし。はい。はい。えいていてい。安全に、安全に行きましょう、安全に。よーしよしよし。これでだいぶ。そうなんだよね。ターゲットゾーンにいる子じゃないと、なかなか。あ、狩猟中って出てる。ちょっとハードレーザー集めたいんですよ。今のでだいぶ集まったんじゃない？お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。もうちょい、もうちょい。あとは、移送してる杉を略奪するだけだな。お、新しい場所を発見。水没したプネフェロスの神殿。これあれだね。宝がある系かな。怖っ。ほっ。はい、はい。よし、ハードレザー。ここは何かあんのかな？お、なんかあるぞ。ハグル、聖堂か。よし。じゃあ、早速その人に話しかけて、そうだね、話しかけよう。聖堂、聖堂じゃねえや。木を輸送しててほしいんだよね。じゃあ、ちょっとその、ホテフレスさん。よいしょ。ちょっといろいろ寄り道しちゃったんだね。これじゃどっちが盗賊だか分かんないですけどね。この剣かっこいいな。シンプルだからね、これは。ほら、かっこいいでしょ。で、ホテフレスさんは、いわゆるこの辺にいるらしいですね。この中だ。どうやら来客があった後のようだな。よいしょ。あれ？ホテフレス！くそ、いないぞ。いないな。情報提供者を見つけないと。失踪。あ、なんかある。イントラクト。損傷はあるが、血痕や争った形跡はない。事前に逃げ出したのか？これに役立つ情報はない。上を調べよう。おーい。なあ、誰がこんなことを。何を守ろうとしてた。猫が。これか。子供のだ。ワニめ、必ず始末してやる。なんかバレたのかな。ギリシャとエジプトの知識。巻物とインク。手がかりになるものが見当たらない。待て、羽だ。伝書鳩のものか。すべてのために安全を。アイエム全域に配備される軍隊が増え、全市民の暮らしが安全になった。エジプトの貧民区は壊され、再建され、分離された。その結果、安全性を下げました。後に残されたホテフレフからの手紙。ワニは俺が誰だか分かっている。使用人がすでに。ははははは。なるほど。情報提供者の手紙だ。捕まってんだ。どうやら彼は逃げ切れた。だが使用人は捕まった。なるほど。使用人がまだ生きていれば、
きっと居場所がわかる。軍の野営地に囚われてるはずだ。なるほど。はい、というわけで皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとキリがいいのでどうしようかな。時間的にはもうちょっとやろうか。うん、ちょっとじゃあこの囚われてる人をちょっと助けに行きましょう。ちょっと寄り道しすぎだからちょっとサクサクで行きましょう。ここ OK。 よーし、新しい場所を発見した。秘密の穀物創造所、西にある野営地か。どこにいるんだ。うわすげえ、いかにも軍隊がいそうなところですね。ここは結構高低差がありますね。さあ 150m ぐらいになるとセヌでターゲットを見つけることができます。ああ賞金稼ぎども見やがる。ターゲット発見、行くぜ。警備兵がいるとね、ちょっとレベルの差があるとね倒せないんですよね。上陸したトリレームの野営地。ほほ、さあどうやっていきましょう。全くね弓矢を使い果たしてしまったので。この辺りは警戒しなくても。やばい、近くにいるな。なんだあれ、レベル30は倒せないよ。お、生川、あ欲しい。バレずにあそこまで行きたいな。欲しいぞ。何が、警備兵がちょっと遠くに行ってから行きたい。あれ欲しいな。こっち側から回るか。あれが出航しなければいけるな。よし。あ、やべ、出航した。あ、やべやべ。あ、ちょっと乗る乗る乗る。オッケー。出航したぞあれ。よし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 。ちょっと襲撃します。待て、ここ動くな。ちょっと脱出用の船は用意しといて。おい、どうも皆さん、お元気ですか。ほっ、当ててやる。やべ、いていて、いてやろう。いていて、はい、はい。命中させてやる。何、俺の方が先に当ててるはず。あ、やばい、壁はめ。よし、射程圏内だ。ほっ、回復させてもらうぞ体力を。受けるがいい。お前だ。よしよし、もうここには用はない。脱出脱出、いっていって、おいって、超いって、危ね。ちょっと中に入って、どうだ、わからないだろう。よしよしよし、慎重に行こう慎重に。で、宝と隊長を倒して、アンハリエルメカ気づかれた。いていていて、潜ろう。
よし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 。盛り上がった。ちょっと弓を回収してくるの忘れちゃったから。なんだ。どこにいたか。行くぜ。さあ戦闘開始。よし。まだワンダウン。警備兵が近くにいる。警備兵がどっか行くまでおとなしくしてようかな。どっか行った？やばい、敵の援軍か。回収するもんだね。回収して、やべやべ、いていていて、やばくなったらちょっとこの船で逃げよう一回な。乗れないよのつもりか。おい、俺に向けるなよ。やべ、ちょっとあいつはやばい、あいつはやばい。出し抜けろ。どこにやがったか。どうしようどうしようどうしよう。ああどうしよう、思った。一回戦闘状態を。えいておい。隊長もいる。気を引き締めろ、緊急事態だ。はい、よし。えいていて、あいていて、よし倒した。はい、やべ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 、おいこっちだ、逃げろ。はっ、よし、やばい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 、あの強いのはダメ、あの強いのはダメ。おー、いっぱいいる。いていて、やばいやばい、多分あれ食らったら一撃。いやー、逃げろ逃げろ。一回逃げて、よしよしよし、よし、そこにいたか。やばいよ、どうしようかな。あれはちょっと30だから、うまいことなんかしないとダメだな。炎の弓とかがあれば。いって、おいで、いって、帰ります。ちょっと戦略的撤退です。次、さあ一回ちょっと離れて、怖え。おい、そこの、あれ。よし、行くぜ。ここまでだ、死ね。よし、ほっ、あ、落ちた。ここまでだ。よし、あいつを泳いで逃げる気だ。よし、水の中の戦闘では俺の方が上だな。よしよしよし。とりあえず、とりあえず救出してさっさと逃げよう。宝はいいや。遅すぎる、そこだ。
ぞ。あいててててて。いいや。よし。どうした。ほっ。よし。宝に目が。あ、でも、あ、逃げよう。頼む。知ってることは全て話す。誰なんだ。よし。動くな、静かにしている。すぐに出して。ああ、脱出脱出。脱出です。もう非常にして目標完了、OK。よし。話す、OK。ありがとう。主に頼まれたか。いや、まだ会えてない。ワニを見つけるには彼が必要だ。どこにいる？あの方はモエリス湖に向かった。うちの印がついた船で大きな像を積んでる。ワニは傭兵を雇ってあの方を探している。なら急ごう。安全なところに行け。無事でな。目標近いセヌを呼ぶ。はい。というわけで皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。最後終始ね、かなり厳しい戦闘だったんですけども、なんとかね、救出することができましたんで、次回お楽しみください。というわけで次回もお楽しみ。お疲れ様です。